最高の衝撃、ついについについに公開されました。僕のチャンネルを見てる方の大半は昨日の地上波初登場鬼滅の刃無限列車編の放送を見たと思うんですが、予想をはるかに超えるサプライズとなりました。鬼滅の刃遊郭編、そしてまさかの完全新作テレビアニメ鬼滅の刃無限列車編ということで、今回はアニメ鬼滅の刃遊郭編、そして完全新作無限列車編について徹底考察したいと思います。いつものように画面に全集中よろしくお願いします。それではどうぞ。まずは完全新作からです。正直度肝を抜かれた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。テレビアニメ鬼滅の刃無限列車編、これは竈門炭治郎立志編と遊郭編をつなげる無限列車編をですね、テレビアニメにして全7話で放送するというものです。なので内容は次の通り。第1話は縁柱煉獄杏寿郎が鬼殺隊本部を旅立ち、無限列車へ向かう道中の任務を描いた完全新作のエピソード。しかもなんと初回は1時間放送。そして第2話から第7話は無限列車での任務をですね、約70カットの新作追加映像や新規追加 BGM、 さらには完全新作予告編、新主題歌とともに描いたものです。放送日時は10月10日日曜日午後11時15分からスタートのこと。そして大注目の主題歌はというと、テレビアニメ鬼滅の刃無限列車編の主題歌はやはりこの人、リサ。オープニングテーマは明け星、エンディングテーマは白銀となっています。10月のドア玉から遊郭編が来るかなと思ってたんですけども、まさかの無限列車編。とはいえですね、めちゃくちゃ楽しみですよね。毎週欠かさずもちろん見たいと思います。続きまして皆さん大注目の遊郭編の新着情報解禁です。大注目の放送開始日時は2021年12月5日日曜日午後11時15分から放送が開始とのことです。放送局はフジテレビ、いやフジテレビ様でございます。そして注目のキャスト情報も発表。上限の6、抱き役は沢城みゆきさんが担当、主題歌はエメさんが担当し、主題歌のタイトルはオープニングテーマが残響参加、そしてエンディングテーマが朝が来るとなっています。公式の PV ではですね、残響参加が軽く流れたんですけども、神オープニング間違いないでしょう。そして遊郭編の主役とも思われる音柱渦井天元を意識してか、残響参加という音に関する曲名になっています。さらに朝が来るというタイトルについてはですね、おそらく朝といえば日光、そして日光といえば鬼の弱点、つまり朝が来ることで鬼の消滅を意味している可能性もあります。そして最後に刀鍛冶の里編についてです。昨日ですね、刀鍛冶の里編もツイッターのトレンド入りしたことで話題になったんですが、おそらく遊郭編はですね、2022年の3月末までの放送だと思いますので、刀鍛冶の里編はさすがにないんじゃないかなと思ってます。ただしですね、刀鍛冶の里編と柱稽古編を合算し、2022年の冬あたりでアニメ化、そして2023年には無限城編をアニメ化、最後の無惨との最終決戦をですね、劇場版に持ってくるんじゃないかなと思います。というのも無限列車編はですね、7巻の54話から8巻の69話までなので、実質15話分で劇場版1作品となっています。となると16巻の137話から23巻の205話までの約70話もある無限城編以降を劇場版にするのはほぼ不可能だと思いますので、無限城編はアニメ、そして最終決戦は劇場版になるんじゃないかなと思います。表にまとめるとこんな感じですかね。という感じで超ド級の遊郭編なんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。風柱たちは皆辛い過去を背負い、風柱は内臓負傷となるので、柱は6つの空席ができることになります。下も鬼もみんな仲良くすればいいのに、変柱さんもそう思いません？